イエイ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 ご機嫌な時間の始まりだぜ今日の演奏はデデン伝説の映画グーニーズの特集さこれートになったはすごいぜ !85 年という惑星とトグレートグーニーズの神脚本徹底分析そしてキャラクターのテンプレ解説に 「あの海賊船はどこへ行ったのかそしてキーワードはパワー」さあ行ってみようか今日もご機嫌な時間をお楽しみください俺たちはグーリーズだ愛はし 「愛は幸福で愛は美しい」「けれど苦と思うんだ僕は君に会ってなければそんなことも知らなかったね Oh baby

はい、おなじみ、ご機嫌の番組、山田レジのヤングさんでの時間でございます。やってまいりました。今週、いろいろありすぎというね、コメントもありますけれど。いや、ほんまやで。頑張るぞ。人生でございますからね、皆さん。はい。はい。この時間だけは、ご機嫌にいきましょう。はい。また、げ、ミュートされても、何やったって、ご機嫌にいこうぜ。小倉さん。はい。小倉さん。来週。北川翔との、レイトショーなわけですよ。ヤングさん。ね。 北側に連絡してどうするベルセルクやるって聞いたんですけどね皆さんああののやってくれっていうコメントがね来てますけどさすがにですね簡単にできるような作品じゃないんで満を持してねじっくりとやろうってことになったんで皆さんちょっと待ってくださいってことですねもうね。 <laughs> 何のショックを受けてるんですか?。<laughs> いや、今日その話しないでおこうとずっと思ってたんです。え、やっぱ、あの、コメントでもね、やっぱね。あの、拾わないわけにいかないじゃないですか?。やっぱりね。あ<ー>、うん、本当にね。もういろいろありますよ、本当に。いや、あの、いかに翔さんでも、あの模写はちょっと。え。<laughs> できないで、ね。ああ。ね、まあね。<laughs> だ共通の友人もいるみたいでね。 ね、じゃあそういう話も来週をするので、来週ねレイトショーもお楽しみにってことです。はいとはいえ奥野さんいやただねレイさんあれはいですかレイさんも昭さんもですけどはいんまに健康にだけ気をつけてくださいありがとうございますおめでとうほんまにとこととは思えなかったもんなほんまにいや本当だよ本当血管大事にしますよはい はい、皆さんコメントありがとうございます。本当に。ありがとうございます。本当にね。よくは何時だって。レイさん読んでないかわかんないと思いますけど。わからないですけど。あの、これから読みます。はい、はい。そうですね。年がね。まあ、それがボッドハントに転生するのかなというところもね。もう、恐ろしいね。はい。本当に。まあ、まあ、そんなこんなで言ってますけれども、来週のレイトショーは、レイさんとしょうさんの。おすすめ漫画特集ということでよろしいですかね。 そうですはい北川とっておきのまたラインナップでこんな漫画あったのみたいなやつが来ると思うので僕の方も用意してきますのでお<ー>お楽しししみにとといいうことですすよろしくお願いします、はい、そんなね奥野さん、はいろいろありますけどはい俺たちは80年代でパッと明るくいきますか、うん <laughs> たまたまこのタイミングがねグーニーズだったっていうのもあるんですけどいやはかったです本当に時代が求めてるところがありますね80年代のバカ映画感じましたねバカ映画明るかった頃のあの時のあの感じっていうそこ抜けでしたね本当に底抜けでしたねはい何しろ清水さんはい久々に見てどハマりしたらしいじゃないですかいやまた僕のオールタイムベスト10が 更新させる,、はい、されるって事態になっちゃってもやお前もう10個か。奥さんで罪深いな、本当思い返せば去年もね、この時期だったかな、<laughs> バックとザフューチャー。どうだやってますもんね。そ、うん、うですね。まあまあ、そういう時期なんですよ。はい、梅雨前とか梅雨入りの時にこうパッと明るいことをやりましょうというところでございますんで。いや、本当、はい、そうっすよ。はいはい、はい。ク、ね、ズさんはもともと好きだったんですよね。グーニーズですかはい。 グーニーズ好きでしただってワクワクが詰まってるじゃないですか少年たちがあの大人の都合に振り回されないで自分たちの力で何かを獲得して世界を変えるみたいな話がもう昔から大好きなんで。僕も早くあの世界に転生したいです。ああわかります。はい。ちなに奥野さん奥野さんはずっとそこに住まれてる感じで。いやまあそうですね。このさんね。 ずっとそこに在宅勤務る。グーニーズ村にいるタイプだと思います。グーニーズ村から出れない人でしょ、あなた。うん、そうでしょう。だってあれ、お前五人目のグーニーズだろだって。<laughs> <laughs> 完全にあの中にいるでしょ。みん,みんなグーニーズの時代があるんですよ。あるよ。多かな。だからその村から出出るんだよ。 お前は出てないって自他ともに認めてるからなんで出なきゃいけないのかっていうそうだそうだ言ったり言ったら、ね、そっか,っか俺よりしみちゃんとかクゼの方が本当はねグーニーズなんだけどねうん、うん、俺あえてグーニーズだからそ, <laughs> そのグーニーズって言葉の多様性がちょっとわかんない今,今何を指してグーニーズとしているのやら <laughs> <laughs> いや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 ,いや今ねコメントで,でた,だただレイさん、はい、なんすか 我々そのまあ80年代生まれでグーニーズって本当にまあ子どもの時に直撃してる「金曜ロードショー」とか「日曜 <うん S 1> 洋楽劇場」とかで何回も見たっていうようなタイプなんです、うん、スけどもう本当にその世代じゃなければ、うん、ちょっと「グーニーズ」って何ぐらいのなんかいやそうだと思いますよでね今ねコメントでもあったんだけどなんで,、ね、で俺が初見なのかと初見なんですよ、うん それがすごいですよね。今週初めてるなるものを見たわけなんですよ。すよパターンやさん多いっす、ねね、<laughs> であ<ー>まあ見た中でもね今全く知りませんでしたって方いますけどねはい、はい、定番中の定番とは言われつつグーニーズって何ですかみたいな感じの、まあ、まあありますよね。で僕はなんで見てないかっていうとですね奥野さん、はい、グーニズー公開85年は俺はあの大学2年生で笑顔プロにいたんですよ。はい、あら,あら だから江川さんんとこででシスタントしてる時代なんですよね<ー>、うん、だからそう子供向けの映画を映画館に行くわけないんですよ。そうなんだそうでその後とに、えー、なんだなんだかんだ連載だなんだとかわはなるんで忙しくなっちゃうんで、えー、テレビでやってるのももうあえて見てなかったっていうことはありましたよねと尖ってたのもありますよもちろんあ,の <laughs> ああいうものは見ないっていうのはちょっとあったところはありますね。はい ある世代には本当にカルト的な作品でもあったんでね。そうなんでね勧められたんですよグーニーズについて語ってる動画があるんで見てくださいと思いで見たらですねグーニーズを直撃された40男ぐらいの人たちが30代半ばから40代ぐらいの人たちがグーニーズ小学校の時直撃された人たちっていうのはもうそこから人生始まってる人たちいっぱいうんのね。 かりますそうです映画って暗いもんだつらいもんだと思ってたんだけど、うん、グーニーズ見たらあこれが映画かって思って映画の世界に行きましたみたいなのがと,とか同時期に流行ってたファミコンのグーニーズっていう、はい、ファミコンありましたよねあれを死ぬほどやったっていう人たちもたくさんいてで、まあ、グーニーズはなかなか何つうの,そのある世代にとっては神アイコンっていうか神コンテンツなんでしょうね。う わかりました、でこれ見,見たらです、ね、で、はい、いや、そりゃそうだろうと、<laughs> テンプレがもう詰まってますよ。だから今に続く、グーニーズから始まって今、今に繋がるものがものすごいいっぱいあるんですよね。お<ー>うん、であれもこれもグーニーズっぽいよねっていうふうに、もう、しみちゃん、見てて思ったんじゃないですか、なんかこれめちゃめちゃ思いました。ね、しみちゃんの好きなものが詰まってたんじゃないですか、はい、僕がもう、本当大好きな、もう、痛快なめんなよムービーなんで、<laughs> グーニーズは。<laughs> 何そのジャンルこれはだからもう「ラピュタ」とかな「僕らの七日間戦争」とかも僕の中では「その痛快なめんなよ」ムービーなんではいはいはい、はい、大人に人は吹かせてやるっていう子供がっていう,もう大好きなやつです僕のわかるわかるはいケンちゃんじゃあとりあえずグーニーズの、えー、どんなが、えー、絵面なのかちょっと見て、えー、と見せてもらっていいですかバーンと、えー、キャラ キャラの名前出てないやつでいいです。映画。おおらいさんが書いあ、これも向こうのやつですね。来<た>はい。これアメコミ風に書かれてるグーニーですけどね。はい。まあ、この滝のイメージと海賊船のイメージ、お宝。洞窟ね。はい,はい。うん、あとこれ、うん、あの、お先生が書いてますね。おおらい。あ、もう、いいとにかく。大活躍の時代ですからね。うん、これね。 この、えー、同じ人が、あの、オーライさんが書いてるんですか?全。オーライさんですね。どう見てもオーライさんですね。これね。<laughs> オーライさんが書いてますね。しかも。スターウォーズとかの人ですよね。えー、スティーブンって言われてますよね。スティーブン、スティバーグってね。これ書いてるす、ね。スティーブンですね。いや、この時代はスティーブンだったら、解明したのかな、今。いや,いや,いやただ、あの、まだ見てないとこの。このポスターのイメージから入ったら。全然違う映画ではあるっていう。うはい、はい。 でですねで大久野さんこのグーニーニズ、はい、85年のグーニーズ、えーはい、ジュブナイルっていうね言われてるしジャンルで,で、ね、ジュブナイルものっていうのはまあまあいろんな言い方されてますけどうん、うん、少年ものっていうかね少年時代ものもしくは少年少女冒険ものみたいなそういうふうなざっくりとしたイメージで言われてますよね。大大人人じゃない大人のいないいいの ところで、まあ、大人がチームに入ってない状況で子供たちが冒険するっていうジャンルものでこれ一時めちゃめちゃはやったんですよねまあだからあれですねグーニーズがもう一つのジュブナイルの典型でそうですね。まあスタンドバイミーですよねもう一つでろ翌年に「スタンドバイ・ミー」があるので,で、まあ、こ,この時代といえばジュブナイル。 でこれをまあずっと追いかけてスピルバンエもトとか後にまたリメイクでやったりとかあまあいろんな人がジブナイル挑戦はしますよね日本でいうとドラえもんの大長編の方ですよね。あもうドラえもん大長編は完全にジュブナイルですね。完全にジュブナイルもので、まあ、どっちが早いかとかはもう別に置いといてなんか,、うん、だかそれももうその世代なんですよ大長編ドラえもんにもはま、うん、るというかなんか。 毎年新しいいの,のとうだからまあ広い意味で言ったらカナタのアストラとか、ね <laughs> あ,ね、あとは「鬼滅の刃の一」の一シーンとかだから少年チームで旅してるところなんかはジュブナイルっぽいなっていうのもありますしね。んんは違ううすよね恐竜教室とかかそうそうクレンえ 恐竜教室とかどうなんですか、ね、恐竜教室は俺ね自分のいるものの一つのパターンでねそれで70年代のパニックものと密室劇みたいなのがコミックセットになってはい、はい、のが漂流教室のパターンでアストラもそれのパターンーなるほ,どなるほどで、うん、まあいバリエーションがいっぱいあるんで、うん、なんかこうはっきりと定義はしづらいんですけどうん、うんね、でこの少年少女冒険もの ジュブナイルっていうののそのたくさん出てきてこのあとずっと続いていくんですけど、えーはい、そうなんだけどあのこのグーニーズほか、ね、のものとぜ全然違う部分があるんですよね特にこの時代のものならでは、えー、何が違うと思いますこれ、えー、グニーーニズは一体何何、えー、何がが違うううのかって <laughs> ってていなんだろ恋入る 恋はね。他のも入ります。はい、クイズレジ <laughs>、えー、ヒントですね、えー、今の自分のやるものでは絶対に入ってるものが入ってないんです。へえー。はい、あ、魔法が入ってないそうなんです。そうなんです。あ本当に魔法はないんです。で、そしてですね。あ、その後定番になってくる。<laughs> 実は王様だったとか王族の血を引いてたとか実は特別だったとかいうそういうチート要素がまるでないわけですよね、うん。だからーノーマジックノースペシャルなんですよ。で、それプラスですね、使えるアイテムがほとんど出てこないですよ。 あだから最強のアイテムを揃えて勝負したりとかカードを使ったりとかポケモンを使ったりとかっていう風な自分をそれ以上の力に見せる何かっていうものに関してグーニーズの連中っていうのはほとんど失敗しているっていう <laughs> <ー>だからその試みてはいるんだけどうまくいくパターンがほとんどないっていうで、えー、全員が普通の人っていうね。うん でまあ、そのグーニーズって、まあ、タイトルついてますけどグーニーズっていうタイトルでもう全て言ってるんですけどねこれどういう意味かっていうねグーンドックスっていうアストレアっていう町らしいんですけどその中の地域としてグーンドックスっていうエリアがあって、ねうん、その貧しい町というかそういうエリアの子供たちが自分たちでなんとか弾みたいな。 そう,うそうですね。そうですねしたっていう意味でグーニーズっていうことらしんで。だから和歌山みたいな感じで。しょもっと狭,狭いでしょなんかこう何て言うんだろう。 調子団みたいなね。南越谷団ぐらい南越谷団だいぶ狭くなったら。それぐらいの感覚ですよね。<laughs> ま,あまあそんな感じだよね。ただそのこの軍団ーーズ軍っていう意味に、まあ愚鈍とかダメなやつとか、うん、まああぬ、ま、けとか落ちこぼれとか落ちこぼれとかそういう意味があって、でまあそれを自分たち自称してチームにしているっていう、まあ負け犬の開き直りとも言える、まあ誇り高きダメなやつらっていうのがタイトルになってるのが軍。ね。ねうん。はい。 ね、いろんな意味が入ってて、はい、で、まあそんなそんな子供たちの話なんですけど、えここからですね、グーニーズとその時代についてちょっと軽く説明します。グーニーズ出ました。はい、出ました。軽く言いますけどね。はい。八十五年なんですよ。で、この十年前に何が起こってたかっていうね、まあ年前にあのボてもらいたいんですよ。グーニーズの十年前って何があったかっていうと。 75年75年といえばですよねベトナム戦争が終わるわけじゃないですか<ー>で、まあ、オイルショックもあったんでねまあその世の中が真っ暗になるわけですよでみんなが不安だったっていう時代が10年前ですだから出てくる映画はジョーズだったりするわけですじゅジョーズ75年なんですよね<ー>それとかパニックムービーがたくさん流行るわけですあの <laughs> タワリング・インフェルノとかあ大災害ものデザスタームービーっていうのがめちゃめちゃ流行ってでいうねちょっと 怖くてて不安だっていう気持ちそれから、えー、タクシードライバーに続くね、えー、報われない者たちあとベトナム帰還兵者みたいなものと暗いものがたくさん出てくるんですけどそんで、えー、77年に「スター・ウォーズ未知との遭遇」が出てきてだんだんね現実の地獄を描いててみんなそこに共有してたんですよ。 うん、そこからファンタジーで向こうに行っちゃおうぜっていう動きが新しい世代から生まれるのがスピルバーグとジョージ・ルーカスが動かし始めたっていうのが70年代の後半にかけての動きになってくるんですよね。でそこからそこから面白いんですよねそこからどん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 時代がファンタジープラス時代が明るくなっていったそして、えー、若くて、えー、元気なやつがいっぱい出てきて。うん 上の世代はベトナム戦争でクタクタなんで <laughs> もういいっすよってなってくるクレーマークレーマーみたいになってくるわけもうねうん、うん、現実の問題で苦しいからあ映画としてはっていうねで下の世代はそんなん知らないから、うん、ベトナムとか知らないしって言ってで君らの世代が登場するわけよね だから80年代生まれが、まあ、そのであ現れる、まあ、正確に言うと70年代に生まれた子供たちが80年代に映画が見れるようになってきた、そのこ子供たちの市場に向けて80年代、ポップで、まあ、そのビートの効いたファンキーな映画が登場し,し,していくっていう流れなんですけど,ど最初は、ね、俺、なんといってもレイダンス、<laughs> これ、これはいですけど。 えー、あの「冒険です」っていうねうん悩んでないんだあの人ィジョンズ悩んでないんだよでロマンに生きてるわけ、うん、だからベトナム戦争じゃないんだよで宝探しっていうねあの要素みたいなあと古代っていう古代のロマン、うん、オカルト、うん、そういった古代遺跡とかそういうやつが流行るんですよ70年代で流行ったんですけどその要素を明るく 転換したものがインディージョーンズシリーズになって登場するわけです。で、ミッチとの遭遇にあったあの UFO もののスピリチュアル的なやつがあるじゃないですか。はいはい。あのヒッピーあやヒッピーカルチャー的なものスピリチュアルのもの、神話性みたいなみたいなものおいや政治的なものみたいなもの全部 やめて ET になるんですよ。それが八十二年。八十二年になりますよこれ。そう <laughs> 仲良くなっちゃいますからね。ET になるともうこ ET が実はジューブナイルなんですよね。この子たちが ET を守って自転車に乗って飛び上がりますよね。これスピルバーグです。これが非常にグーニーズに繋がっていく要素になってきますね。だから子の子たちはみんな自転車に乗ってるんですよ。 で大人たちは車に乗っていくってこれ他の人も言ってましたけどそういうことはこ,この E ティから始まってますよね、うん、そして、えー、グレムリンファンタジーですねグレムリンが84年にあってからの85年グーにーズっていう流れえグレムリンってそんな早かったの早いんですよ<外>でグレムリンはじゃあいやいや、あのー、ファンタジー要素入ってくるんだけどやっぱり特別な人誰もいないのグレムリンっていうわけのわからないものを見つけてしまったせいで街は大騒ぎさーっていうだけの話なんですねこれほんまやほんまや <laughs> ちょっとウルトラ Q みたいな感じですよグレ、グレムリンって。で、これはグレムリンってあれですかね、日本企業が作ってきた製品、日本製品のこと言ってますからねなんかね、えー、効果論が入ってるとか、そのねこのと時はあの日本の製品が非常に調子良かったんで、うん、日本車がアメリカを超えていくんじゃないかみたいな中で、アメリカの自動車産業が落ち込んでいったんで、日本人が作るものには悪魔が乗り継い 取り乗,りつ乗り移ってるんだと言ってグレムリンがまあその象徴っていうような、まあ、そういったツッコミが入るぐらい日本人はこの時調子良かったんですよね84年はね今相手されてませんからね、うん、笑ってる笑ってる<笑>,笑っていこうぜみんなれ、うん、<laughs> でグーニーズ85年登場そしてグーニーズが登場した年にはバックド・ザ、えー・フューチャー85年ですからね、うん、でこの年ですよ、うん そして奥野さん、ゼータガンダムですよ、はい、この年は。なるほどね。日本では、ゼータガンダムで、またみんなファミコンやってましたよ、この時は。富野さんだけがちょっとおかしな方向に来てた。富野さんだけが70年になりました。<laughs> 富野さんだけがまだなんかニューシネマをやっていたっていう面白か。<laughs> かっこいいな。ね、かっこいいで、スタンド・バイ・ミーがバック・トゥ・ゼ・フィッチャーの翌年にあるというので。 まあこれをですね子供の頃にこのラインナップを見てた人たちっていうのはいやもう映画最高ってなったのは当然じゃないかなと思いますねもちろんね奥野さんの大好きな、えー、なんだ、えー、バックトゥザフューチャーバックスターロン系とか <laughs> <laughs>、うん、これは書いてませんけど筋肉バカ系も同時にお暴れしてし言葉を慎みなさい <laughs> 先が映画ねクズが言うところのさっきのエディもこの頃です エディ・マーフィーーエディーマーフィーーやるとしたんだけどミュートになぜかなっててちょっと心折れをしてん回ギア上げたらなんか中途半端になったっていうコマンドコブラ <laughs> はいはいはい筋肉を裏切らないっていうね <laughs> そうですそうです,うです、ね、これがみんなきっと金曜ロードショーとかでみんなやっててその中にグーニーズもまああってね定番で。はい みんなそれをまあ見倒してたっていうやつですね。見倒してましたよ。ロボコップもあればその近い年代にあとキングソロモンの<う>キングソロモンの秘宝とかねなんかワクワクするやつばっかりあったからか、ね、<laughs> <う>スリルと興奮とそのなんか、うん、エキサイティングなものしかなかったです。なかったね。<laughs> それをその本当に毎週毎週そのテレビ番組が CM 付きでリフレインしてくるから、うんうん、吹き替えでな。そうそうそうそ,うそ,うそうと吹き替えで。うん。 だからもうなんか刷り込みですよね、うん、本当にあの時の映画はみんなバカになってたんですね。だのバカねえ <laughs> バカになってるんじゃないですハッピーになってたんですよ。大事でなことです。はいそうですよ。はい、<laughs> いやいやこれはでも実はまあな、ね、いろんな人言ってますけどねあの子供に向けてスピルバーグとかあのチームが非常に子供をバカにしないものを作ったんですよね。 これがだからまあ、子供に媚びないっていうか子供を大人扱いしてちゃんと子供の視点になっていってであと大人の妙な都合みたいなものを持ち込まないっていうね政治的ななんとかとかでメッセージとか説教とかをやりすぎないむしろ子ど同士でキャッキャはしゃいでるっていうのをメインでやろうっていうチューニング化されてる映画っていうのがねこの頃いっぱい出てきますね確かにね。であのー 座組がっぱすごいですよね、うんえー、プロデューサーはねフランク・マーシャルとキャスリン・ケネディというねケネディ、えー、スピルバーグと組んでまあヒット作ガンガン出してって後のねディズニーのボスになっていくこのキャスリン・ケネディ、ね、ああの人なの、うん、そうですアナユキの後ろにいる人ですよあら <laughs> とキャスリン・ケネディは はい、グーニーズの人だったののグーニーニズの人ですね。で僕35年前はね。これも番組でも何回か言ってますけど絶望に効く薬でこの2人に会いに行ってますからね僕ね。くすげえなー。だからか今となってはわあ、あの人たちすげえんだっていう。何 <laughs> <laughs> く適当にって俺グーニーズも見てないのに <laughs> 会いに行っちゃってすごい人なんだろうなと思ってたんだけど超すごい人だった <laughs> っていうのはね今になって分かりましたね。はい そうですね、で監督リチャード・ドナーリーサルウェポンの人ですねやばっも当時50代だったらしいですね <laughs> なんかねだからまあこの人がまあそのまあセンスいいぞっていうのをスピルバーグが、まあ、見抜いて。 でまあ抜擢したっていう流れらしくってパートによってはスピルバーグが撮ってるところもあったりみたいな感じらしいですねねちょっとこれが一番面白いですからねマジですかバックとザフューチャーどうすんだよお前置いておいてくだよバックとザフューチャーアプションエで言うとねあそういうことかああいう刑事ものでってなるとアプソランでこのリチャードゾランさんもう一つ割と知られてる映画でスーパーマンっていうのを撮ってますね なのでスローンがあ半あんなことになるのはあの音楽流れちゃうのはリチャード・ドナーの小ボケっていうことですよねそういうことです自分をメタ化してねそメタ化して知ってる人はここで笑ってよっていうドナーやっちゃうよみたいな子供プレイがそこに入ってくるこにくいなそういうこの映画は基本的に整合性よりも面白さを優先する しかも子供が面白いかどうかっていうのを優先している、えー、チューニングになってますよね。それは見てて、まあ、みんな分かると思うんですけどね。で、なんといっても、えー、ポイント、ねあのー、なんなこの人がそのキーパーソンですけど、脚本のクリス・コロンバスさん。このクリスがですね、僕のさん、グレムリンも書いてるんですが、<う>このクリスは、はいすッ出た、はい、ロビン。 ロビ俺あれ映画館見に行ったんですよミセス・ダウト。ミセス・ダウトはお前好きに決まってんでクリスだから。で、同じ人にやられてるぞ。クリスの信者やったんや、俺。で、ホームアローンもやってるんですね。ホームアローンやってるんですよね。だからジョン・ヒューズと組むんですね、この後クリスは。喜劇王やん。喜劇王です。 それだけじゃないです,です恐ろしいのは2000年代入ってから「ハリー・ポッター」やりますからすごいぞグリスだから、えー、ジューブナイルの黄金コンテンツをつやっていくってでその後もナイトミュージアムとかもやるんでまあ引き続きジューブナイルをずっと続けていく人なんですよね<ー>この人クリス・クロンバスさんって人はね<ー>やばいやばい人ですよ本当に。 だからこの座組でやられちゃったらやっぱすげえことになるよなっていう人たちがやってますよねジュマンジどうだったかなでもなんかねあの辺みんな繋がってるような気がしますよね逆によく飽きないなっていうのもわかります <laughs> そしてロビン・ウィリアンスが噛んでるっていうねはははいいい。いやでもなんかこういうの好きなんでしょどっか向いてないと続けられないなっていうのはあるし、うん、まあハリポーターに関してはちょっとこの後話しますね<ー>そうですね あとコメントであったんですけど80年代に暗い映画もいっぱいあったよっていうあもちろんそうですだから割とそ,まあそうなんですけどね、うん、そう同時に常にありますよ世間をね石鹸してたのはなんかどっちかっていうとそういうアクション映画とか、まあ、そのコメディとかっていうのが多かったなっていうざっくりした印象から入ってますよ番組はいや本当にそうだあのスピルバーグだってあの明るいのやったらカラーパープルやるとか 『太陽の帝国』やるとか『シンドラ』もやるとかそうやってもう行ったり来たりするのがスピルバグマナーなんでスチーブンですね明るいのだけやるっていうのではないですよ。でスピルバグって基本的に親子の問題とか深刻な問題を抱えた監督なのでその要素が入ってるんで娯楽をやりなががらもどっか重いところがあるわけですよ、うん、だけどこうクリスが中心になって脚本やって別の監督が取、えー、ると。 リーサルウェポンが取るとああいう敵になるっていうか非常にポップなでこれ、えー、思ったのがグーニーズってまああれですよね大人バカな大人いっぱい出てくるんだけど、うん、みんなあの子供のことをちゃんと思ってくれてる大人が出てくるっていうそうですね <laughs>、うん、だマイキーのお父さんもあの家にあんまりいないけど最後ちゃんとハグしてくれるでしょお父さん最後だけ出てくるっていうね <laughs> そうあれは <laughs> めっちゃ優しそうなお父さんやったしうん 子供たちの冒険が終わった後に受け入れる大人たちがちゃんといる世界なんですよ。うん、だからもう帰って来れる世界があるとか、行って帰っての物語なんだけど、帰る場所がちゃんとまだあるんですよ。あん時は。うん。うんうん、<お>あったかい。ですよね。みんな。あったかいね。は、うん、お,おかん、ちょっとむちゃくちゃですけど、な、何かが。<laughs> そうですね。 <laughs> お,お母さんはまあそうなんですけどね。でいろいろツッコミどころはあるんでツッコミながらいきたいと思います。はいはい、でまずグーニーズえじゃあ画面出してもらっていいですか、えー、どんなストーリーなのかっていうのまあちょっと。 えー、A, A を出した状態でちょっと話したいですけどね、えー、グーニーズ先ほど話しましたけど、えー、グーンドックスというね、まあえー、非常に中途半端なね田舎町っていうかねうん、うん、ところで、まあえー、子どもたちが、えー、チームグーニーズを組んで、まあ、仲良くやってるっていうところでうん、うん、ところが地上げ問題があってですね自分たちはそこに住めなくなるんじゃないかっていうところに限界まで追い込まれているとで中心となっているのが、えー、兄弟ですね えあのマイキーとえー、なんだっけなお兄ちゃんラランドランドドえー、とブランドの兄弟っていうねこれが非常に冴えない兄弟でで基本的に一日二日の物語ですね。 だからお兄ちゃんが車の免許の試験に落ちてう屈しているところから話が始まってきますね鬱屈して筋トレしてるっていうね筋トレしてるでで、うん、このお兄ちゃん基本的に筋肉バカですねこれねこれ皆さん見てください赤いバンダナ,ナ<ー>バンダナですねこれこの時代は外せません赤いバンダナはみんなちゃんとし,ちゃんとしてくださいね <laughs> はい <laughs> ここ誰なんですかあの,あの柄のバンダナを一番最初にここに巻いた人ってそれは浜田翔子に決まってんでしょう浜翔な <laughs> いや、いいんですよ。あ、<laughs> 光源氏がと思ってた。<laughs> <laughs> 光源氏かもしれません。八十年代の。そう、松本さん。他にも出てきますからね。バンダナをね、くれますからね。これあれでしょ<あ>多分ブルーススプリングスティーンじゃないですか。多分そうやってた。あの辺。あの辺でしょうね。ね七十年代ぐらいから巻いててもう。う あの辺のイメージからなんか急にこうなっちゃったみたいな、はいあ。フルハウスかぶりますよ、同じぐらいの時代の話ですね、フルハウスもね。で、ここに画面真ん中に出てくるマイキーとお兄ちゃんって、これは兄弟です。で、うん、マウス、データ、チャンクっていうのが、これが、えーまあ、友達ですね。で、この4人がチームになって同世代で、ね、仲良くやってるというね。で、えー、お兄ちゃんの彼女。 だったもしくは、えー、彼女になるかなならないかなみたいな感じで存在しているヒロインアンディとアンディのお友達のステフっていうなんでお前いるのっていうステフさんこのと ER で活躍されますけどそうですね、えー、このチームが、まあ、冒険をすることになるという話ですねで,ですねまあこのあとはいそうですね、うん、でまあこのあと細かく脚本の解説しますけど、えー、とある、えー、強盗団の一家がですね脱獄するところから始まると。 だから町に脱獄者がいるというところと、えー、それから地上げがあってこのまんまじゃ俺たちここに住めないからなんとかお金が欲しいとそしたらお父さんの秘密の部屋から宝の地図が出てきてでこの宝を探しに行こうっていう冒険をみんなですると。そうしたら 強盗の家族と会ってしまって大変っていうのが、まあ、メインの話っていうことですね。うん、こ細かい話は、えー、詳しくしこの後でちゃんと説明しようっていうふうに思っております、はいえー。そんなわけで奥野さん、はい、これですね冒険者じゃないですか。そうですね、宝探しじゃないですか。宝探しで,す、はいはい、で85年に、えー、公開なんですがちょうどですね この映画のおそらく元ネタじゃないだろうかっていう作品がですね、100年前に登場してるんですよ。その1年。そうや。え、元ネタ？はい。どう考えてもこれマーク・トウェインでしょう。ああ<ー>、ね。ああ、そう,うとか。はい。トム・ソイヤの冒険でしょう。で、トム・ソイヤの冒険のその後のハックルベリー・フィンの冒険が1885年なので、100年前に登場ですよ。 百年後にグーニーズになって出てくるってハックルベリーフィンが。アメリカですね。アメリカです。うん、だ、マークトン、だから、皆、な、何の話してんのかなって思ってる人はいるかもしれないですけど。ディズニーランドにいくと、でっかい船ある、あるじゃないですか。うん。えー、あれ、マークトゥイン号ですね。そうなの。そうなん、そうなんですよ。うん、マークトゥイン号っていう船なんですよ。で、あれ、ハックルベリーフィンの話を、まあ、ネタにして、あの、一体作られてますね。 だから少年たちの冒険っていうので、えー、一つのテンプレになったって言われる、まあ、アメリカ文学の金字塔古典中の古典って言われる、えー、じ児童文学ですねがあってですね、うん、ハックルベリー・フィンっていうのがあってこれに、えー、トム・ソーヤのト,トムと、えー、ハックルベリーのハックっていうこの男の子二人のバディものなんですよね。うん、でそのバディプラス何人かいるっていう。 っていうこの形っていうのがまず一つあのー、あるなというのがあるんですよ。あとヒロインベッキーっていうの出てきますよね。でこの奥に読んでますこれ。もう昔読みましたよ。はい<あ>。俺も読んでますよね。うん読んでます。はいでベッキー出てきますよねヒロインのね。うん、だからヒロイン見たような気がしてます。そう。でこれが静香ちゃんですね。だから男たちの世界に可愛い女の子が一人ポンっているっていうパターンズ。これがグーニーズでも出てきます、ね。なるほどね。女いっぱいいらないんですよ。 一 <laughs> 人可愛い子が超可愛い子がいて、うん、でその女の子が見ててくれるっていう、うん、そういうまあパターンでっていうでまあ、その友達が一人いるぐらいの感じにな,なるというのがまあこの辺りからもあるとあとですねハックルベリーフィーンはねあのー、殺人犯かなんかのを目撃するシーン出てきますよね。うん、なんか結構重たい話もあるんですよね、うん、ありますね。 うん、あなた社会派なんですよマクトいンってそ,うそうですねそうですねで、えー、犯人目撃して大騒ぎっていうのとあと洞窟じゃないですか出てくるのうん,うん,、うん。洞窟とあと財宝出てきますよね盗賊とかねつまり、えー、過去に何かした悪い者たちが何やら財宝みたいなの隠してて洞窟の中に行って探しに行くみたいなことをみたいなことをまあ一つ まあ、ハックルベリーの中でやってるというでこれが大好きだったらしいんですねスイルバーグとかね。いやそうだあのインディアンジョーっていうのは出てくるってうんだからまあ,あのそういったものを児童文学で、まあ、その日常的にこう接してた世代が映画撮るときにどうしてもその影響下にあるっていう。 でそ,そあれが楽しかったな好きだったなっていうのがどん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 まあ、出,て出てきてしまうっていうんでまあネタ元になってるつまりグーニーズってグーニーズから始まってんじゃなくてアメリカ文学の児童文学の伝統ですよねこれってねそうですね、うん、伝統物の,の中から出てきたものっていう感じじゃないですかね、はい、ちなみにあのマーク・トゥェインはい異世界お生 <laughs> あの,ボタンのアンサー王朝の「コネコネティカット・ヤンキー」とかいうタイトルのあっそっちかあ 小値安と焼き？小値安と州のなんかやあの、あやってんだと<こ>いうの、鳴子物みたいなやつが、はいはい、あの朝ーー王朝時代の、うんうん、あのあれこう、フェイトみたいな感じだけど、うん、逆なんですよ。うん タイムスリップしちゃってみたいな話たうん、うん、確かあったと思う,うん、うん、あそれぐらいちょっとそのすごい多作な人でマクティンそうですね,と呼ばすねだからこれねだから今ファンタジーゲームの元ネタになる何てやつかっていうふうに言われてますけどたくさん元ネタがあってそのうちの一つはマークティンが、えー、やっている部分はあるだというん、うん、そっか、うん、そういうことかそういうことですねだから健全なのなんか。 なんかあまりも自然すぎて気かかかななかったなだからね太い伝統を引き継いでるからあの脚本が太いんですよなるほしっかり。そうでそれをあのスピルバーグが、まあ、絶妙なチューニングをしていくっていうで、えー、当時の子供たちに分かるような形の,そのあなんつかな演出をするっていうことで、えー、なってったというね <laughs> で物語の構造っていうのはも,うものすごく分かりやすく、えー、行って帰っての物語ですよね。 だからお家から出て、うん、お家に帰ってくるまでの話なのでまあうん、典型的でってどっか秘密の世界に入ってってで冒険して出てくるそうすると違う自分になってるとでポイントはですね、うん、死体と宝だと思うんですよねだから死体と遭遇するじゃないですか、うん、清水さんね、うん、どう思いました死体とね散々遭遇しますよねなんかあの そのすごいおバカな映画なんですけど時折なんかすごいリアルなそういうのがポーンと入ってくるんで <laughs>、うん、あの急にこうピシッとするっていうか、うん、そういうのすごい好きですね。うん、そうううなんでそうそうなんです <laughs> そう好き死体とといいえばしみちゃんってどういうことだよね <laughs> あのそうスタンドバイビーもまさにそうで死体っていうのは普段日常の中に隠されているんだけど自分たち子供の時ほど死が怖いわけだよね。 だから死に対してその向き合わないし向き合いたくないんだけどどうしても興味があるみたいなそれをあのまあ確認しようってするのがスタンドバイ・ビーの,あのイニシエーションの旅なんだけどそれとえまあ同じ形ですよねそれであのーーグ軍に出会う死体っていうのはそこに何かあったっていう現実やリアルみたいなものつまりえぼんやりとした日常から本物と出会うっていう。

出てくるとどうなるかっていうと、まあ、これ一種の異世界体験なんですけどねグーニーズは海賊船を探しに地下に潜っていったら海賊船を発見するっていう物語なんでそこで出会った何かしらのリアルっていうもの。うん とそこから出てきて異界体験終わると本人が変わるということですね。うん、で本人が変わるとどうどうなるかというと世界が変わるんですね。うん、世界の見方が変わっちゃうから認知が変わってしまうっていうんでこれが大人になることですよっていうことを映画の中でまあ見せてるということですね。実にシンプルですね。シンプルシンプルですわ、うんね、かりやすい。そうですね。だから難しいんだけどねこれ。だそう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 ですね。だから見てるのがね。うん。うん。 だからさちょっとちなみに先ほど言ったスタンドバイビーの話するとスタンドバイビー翌年の八の86年で,でこの実はコリー・フェルドマンさんはい、はい、マウスの役ですね、はい、マウスの役が、えー、スタンドバイビーに出てますよね出てらっしゃいますテディ・テディ,テディ,テディシャンプメガネかけてるからね一見ちょっと分かんないんだけどよく見るとあれ、こいつマウスじゃんっていう <laughs> かっていう感じ。 そうですねちょっとしけんちゃん出してもらっていいですかあの画面スタンドバイミニアスさせてもらっていいですかはい。まあこれもねまあ当時の当時は当たり前だった皆さんご存知の通りですけどねはいこ,このフィルウィートンメガネそうですね4にいいですねヘルドマンリバーフェリックスこんにちは、ね、スタンドバイミーもねやりたいですねやん <laughs> さん、ね、やりたいやりたい本んやってくださいめちゃめちゃいいセオリー見てるからずっとうん、うん もうウィル・ウィートンに対するなんか親近感がすごくなるああビッグバンセオリー出てくるから。<laughs> <laughs> でこの映画も、えー、い家を出てみんなで旅をして。 で死体を見るんですよね、死を体験するっていうね、はい、死を確認するというかね、リアルを知ると、そして帰ってくるっていう、それだけなんですけど、その間に旅の中で、それぞれがぶつかり合ったりとか、慰め合ったりしながら、旅の中で、まあ、人生を語る少年たちなんですよね、これって。でそそううなんでですすよねそうですね4人いて、でいろんなことがある中で人生を語っていくっていう、1つのテンプレがここにあるんですけど、これはもう今の少年ジャンプには欠かせないやつですよ。<laughs> の途中でで過去を語るんんすよみんなな <laughs> 少年ジャンプかなん,だなんだこいつってこれね今「少年ジャンプ」に限らず今の漫画のコンテンツは基本的にこれの方法を踏みますよねだから最初「何なんだこいつ」っていうところが始まってって実はこいつこうだったっていうで、うん、まあかっこつけてるやつがいきなりななな泣いたりするみたいな。 ユーザーそういうこともスタンドバイの中に出てきますよねだから、うん、呪術廻戦なんか見ててもものすごくそういうふうな見せ方してるなっていう,ほうありますね。はい、でこの、えー、よ少年4人のパターンで言うとまあ、主人公のさっきの、ね、ウィル・ウィートンこれは、はい、まあ器用はナイーブなタイプで体が弱いっていうねまあ天才なねでまあまあいやちょっと。 これがまあ主人公主人公は弱いっていうね体が弱いとか気が弱いとかっていうのもこれ結構あのパターンであってであとえリバー・フェニックスがやってるクリスですね不良で不良の友達なんだけど情に熱くてかっこいいあのいいやつっていうでまあ不良までいかないんだけどねでこのスタンドバイミーが面白いのはあのさっき言ってたテディがマウスがマウスの役やってるテディがあの だいぶイカれてるっていう役でぶ、ね、<laughs> っ壊れてるっていうねギリギリなところにいるというであとはお約束のぽっちゃり位置チャンクの位置にいるバーンっていうのがいてですねこれも、まあ、あらゆるところで出てきますよね。 かだから3人行こうぜって言って行って「待ってくれよ」って言ってついて俺のハンバーグ落ちちゃったよっていうん <laughs> <laughs> でだか俺の分ないんだよとか必ず <laughs> <laughs> 言ってるんだけど<笑><笑>そいつはなんかそのでもあれいないとダメなんですよね <laughs> <に>そうそうでハリー・ポッターってなっちゃうからそのアイスベッキーキぽっちゃり君っていうキャラクターがキーパーストになってくるっていうのがグーニーズ。 めめちゃめちゃゃ出てて。きますよね。これもテンプレーなっグーニーズのポイントはチャックなんであチャンクなんであのチャンクとスローンっていうねあの2人が、まあ、持っていくわけなんでこの映画ってうん、うん、だから、まあ、これも後々いろんなところで、まあまあ、引き継がれていきますよね、はい、でグーニーズのキャラクターの説明しますね先ほど言ったえグーニーズの方はどうかっていうと、えー、あこれあれだなさっきの画面出してもらっていいあの 名前が出てるやつのやつつのえあ、俺がな字で名前を入れてる方は、ねね、はいはいをはい、はい、ねこれは4人のキャラなんだけどそのスタンドバイミートはちょっと微妙に違ってですね、まあ、マイキーはナイーブキャラで全速なんですね全速の吸入器を持っているというねずっとはいはいあごめん <laughs> あのね それ、その後出してもらおうと思って、それ、不軸不自由のやつ。<laughs> はい、それ、その後なんで、そうじゃなくって、えーっと、グーニーズの方出してもらっていいですか。はいはい、こっちこっち。はいはいはい。そう、マイキー、中心にいるマイキーがナイーブキャラで全息の、全速のくの吸入器を常に持っているというね、役でですね。で、マウスが、えー、これ、ビッグマウスのマウスなんですね。 でスペイン語が分かると、うん、でスペイン語が分かるっていうことは、どういう過程で育ったのかみたいなこと。まあヒスパニック系と絡みがあるというところから、こいつの、あのまあ生い立ちみたいなものをちょっとまあ想起させるっていうことで。これが結構ポイントになってくるんですけどね。でマウスは冒頭から偉そうにしてるんですけど。<laughs> あまり活躍しないっていう。<laughs> スペイン語専門です。そうそううこいつがスペイン語読めなかったら、宝も探しに行けなかったか。そうなん。そうなん。うん、そのためにわざわざ一人のキャラ使って。 ますから。そうなん、そう通訳です。そうなん。いやいや、これが全部キーパーソンになってて、この作品最終的にダイバーシティがせあの救うんですよね、世界に。だから実は大事な存在としてのマウスっていうのが。いいよう言いますね。はい、そうですよ。はい。コメント面白いです。あの兄貴名前ないのけって言われてます。兄貴はさっき言いましたようにブレンドね。ブレンドかブレンド。はい。お兄ちゃんブレンド。お兄ちゃん分かりやすいんでお兄ちゃんつけるだけで。筋肉お兄ちゃんですね。はい。 <laughs> であと、えー、アジア系のデータって少年これ中国系なんですけどね発明少年です、はい、で、はい、この発明少年っていうキャラクターもテンプレになってきますよね <laughs>、うん、あ発明キッズ大好き、うん、でいろんなところで出てきますね発明キッズで少年っていうのは発明がしたいんですよで「頭脳戦が得意だ」って言いながらこれデータなかなかいい活躍しますよね、うん、そして、えー、チャンク上を見てますけどね チャンクポッチャリキャラクターのチャンクキーパーソンですね。はい、で、この人は何かとやったらと物を壊すという特技があるっていう、ね、ところですね。<laughs> <laughs> っていうことですね。これさっきの,あのけケンちゃんもう一回じゃあ藤子不二雄はどうしてるかって話これ長くなっちゃうんでさらっとだけやりますね。はい。はい、ね。 大体これあのドラえもんのやつです、ね、あの N さんはのび太さんなんですけど、うん、のび太さんはあのグーニーズで言ったらマイキーの要素とチャンクの要素両方とも持ってますよね。うんうん、なので完全にぴったり枠がはまるわけではないんですよ。で考えたら、うん、そんなに単純に全部同じパターンじゃねえぞっていうのが分かったんで藤子不二雄でありがちなのは情っていうね人情にたけるっていうのがその能力になってるのび太キャラ。 これは主人公。昇進者なんだけど、優しいんですよ、こいつ。であの、スネオタイプっていうね、これがデーだと、マウスがそうだと思うんですけど、グニーズだと。でも、これは頭脳が優れてるという。だから、こ小がしこいし、小ずるいっていうやり方で、ら頭脳戦で勝負するっていう。で、あのジャイアンは、えー、トロイ・ブレッドだと思うんですけど、これは体力で勝負するっていうね、体で勝負する。だから威圧的だったりするんですけど、それが能力ともなっていくっていう感じで。だフジコフジオのドラえもんに関して はものすごく特化してあの、まあ、キャラ作りがうまいっていうかあと体格でパッと見せることができるので,でこの話はまた長くなるので、うんえー、いずれやりましょうでアンディの役はさっき言った一人のヒロイン可愛い子は一人だけっていう法則でこれが優しい女の子っていうのが、まあ、出てくるっていうことで、まあ、いいかなと、まあ、こ,この話はいずれまた詳しくやるということで50分やべえ <laughs> で次いきますねはいえー、ですねあとですね えー、グーニーズといえばですね、えー、後に、えー、こ,のこの脚本家の人は、ホームアローンの脚本も書くわけですよね。で、ホームアローンの、えー、敵は誰だったか覚えてますかで、これがグーニーズで完璧に同じことやってますよね。はい だから、えー、フラッテリー一家って言って最初、東国シーンから出てきてもしかしてかっこいいのかなとすごいのかなと思ったら全員バカっていうで全員バカでしたお母さんを中心とした間抜けな悪人チームっていうのがあってですねでこれがあラピュタのねドーラ一家そっくりというねそっくりでしたね。そっくりですねんマンマを中心としたイタリア家系みたいなねな <laughs> お母さんが牛耳っている。 あのがアメリカ人が見たら分かるんですよねこれはイタリア系のテンプレで、うん、これはヒスパニックでとかっていうのがうまいこと分かれてる映画ではあるなと思いますそうですねだからまあだからあのその悪人が、えー、間抜けだからこそ子供映画として成立できるという,う、ね、あれで本当に悪かったらもう見てらんないっていうか <laughs> もうすぐ終わるよ。 分ぐらいで平気で子供を殺せるような悪人が出てきたらもう成立しないわけですよね。成立しないです、うん。あとだから追っかけてくる最中になんかあの喧嘩し,し始めちゃったりとかして、うん、どっか間抜けなところがあるっていうところで成立する子供 <laughs> <laughs> おいそれ俺のピザだぞみたいな。お前のカツラのせいでだ。<laughs> 俺はカブラじゃねえ。その結果はその話の中に必要なのっていうことばっかりやるんですよね。ねオペラを。で <laughs> もさ <laughs> そういう少年の冒険者って必ず一回大人の悪役の男の方をおちんちん打つよね。いたーっていうシーン絶対あるよね。<laughs> そうそうそうそれいるか毎回みんなおちんちん打つなと思ってみてる。あ <laughs> 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 ナディアンのあれもそうかもね。うん、うん、ナディアンも自分なりの気がするな。 だからジュブナイルの敵は間抜けな悪人なんこれはロケット弾もそうだしあのドロンジョ様たちもそうだしバイキンマンもそうでしょ <laughs> 一つは、うん、だからあの悪,悪人として存在してるんだけどなんかどっか間抜けでかわいいところがあるっていう多分でもちゃんとそのそこがやっぱいいなって思ういいっていう言い方はちょっと語弊あるけどなんかどこ そのなんかリアリティラインみたいなのが急にこうブっンってくるっていうかあれねどうも最初はしっかり作ってあって、うん、ででも子供はこういうの別に興味ないよねとかこれを積極的に入れたら盛り上がんないよねっていうのを排除してたらしいですねこれは、うん、あのあ,のある方が言ってましたけど、えー、まあ実際どうかわかるんですけどでもそうなんじゃないですかね。えー いいいう感じじのチューニングがされててるんじゃないかななかと思ってわあやべえな <laughs> えー、脚本の話しようかなと思ったらもう54分になっちゃったなまあじゃあ後半にしますかじゃあそれは <laughs> そうですねあのね、えー、この「グーニーズ」っていうのはものすごく力強い脚本の形をしててで、えー、ざっくりと A パートから D パートに分かれて いるんじゃないかなと思ったのでそういうふうにか、えー、順番によって何がすごいのかっていうのを見せていきますけどね、えー、まあね最初だけ言わせてもらいたいんだけどねこれだけ言いたいんだけどねグーニーズね,あのね後半に行く前にね、うん、グーニーズのね冒頭のシーンのね脱獄シーンもすごいんだけど、うんうん、出てくる脱獄シーンでアクションで見せながらタイトルテレポがバーッと出てくるじゃない、うん、でテンポよく見せていきながら それぞれのキャラクターが登場していくんですけど、うん、全員がマイナス要素を見せながら登場してくるっていう <laughs> あ<ー>。ああ言われてみると確かにそうダメなところから出てくるの全員う、うん、だもうチャンクなんかもいきなりもうアイス <laughs> <laughs> だってそうでしょ <laughs> あの踊れって言われてるシーンとか最悪でしたもんね、ああ、でもそ,れそのあすぐ出てきます、踊れってマウスに言われて。あとデータの登場シーンも、発明が失敗して、まあ、そのゴミ箱にぶその落とされるみたいなところから始まるし、まあ、とにかくお兄ちゃん登場も本当最低だし、まあみたいな感じで、うん、えそこからですよ、だから誰一人特別な存在がいないところから始まってくるっていうのをばーっと見せていって。 話がスタートしていくんですけどそしてみたいなそれはちょっと後半じゃあやりたいと思います55分になっちゃっと。なるほどねちなみにこのコメントでもいろいろ盛り上がってましたけどこの中でそのグーニツを当てはめると我々ああチャンクでしょじゃあ俺はデータやって俺はデータなんやってあんなにアイスクリーム食べへんからお前はっきり言うとくわ <laughs> データで痛いよだって俺インディ・ジョージも出たいし <laughs> 皆さんどう思いますかねなん <laughs> <laughs> でちょっと古畑っぽく言うね <laughs> いや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 確かにね冒頭のその神演出もそうですけどもその後のその俺だって最初の冒頭見た感じだと、うん、なんかすごい真面目な映画っぽいなみたいなさ、うん、とこちょっとあったじゃん うん、最初の脱獄からあはいはいはいでもあのドアが開かないみたいな、うん、あの辺からあ「おや?」ってなってきてね、うん、うまいよねそういうとこもねさすがだなと思ってあでも本当にファーストシーンがもう本当絶妙見事ですね本当にね はい、ということでグーニーズこの紙脚本徹底解説は後半にいたしましょうあ<と>さああと奥野さんあとねそのなんでグーニーズみたいな映画が今ないのかって話を掘り下げますかなとお願いしますいやほんとそうですようんんで消えちゃったのかなっていう、まあるっちゃあるとは思うんですけど、うん、なんかこう全速枠がいたんでぜひそこかってう本当思持ってますからね俺もね同じやつを。 はい <laughs> だから全速キッズの気持ちをめちゃめちゃよく分かりますよ、本当に。で実は、実はあれね、何回もやったら副作用であんなに動けませんからね、ねフラフライになります、実際のところは。<ー>な,なんかでも、スピールバーグ自身が全速だったらしいですね。<ー>だからまあ、そういうのも入ってたっていう話はありますってことです。はい、えー はい、ということで、はい、キャラクターの細かいところまで、ね、分け入っていこうかなと思っておりますよろししくお願いしまが、はい、来週のやんさんは冒頭でもちょっと話しましたけれども、北川翔先生をお呼びしましてのレイトショーということで、こちらは、あれですよね、レイさん、はいあの、お互いが好きな漫画プレゼン対決みたいな。しにやりましりやまょううといこ まあおそらくですけど三浦健太郎さんのことについても軽く昭さんから何かしらのステートメントがあるかなとは思いますので、うん、まあみんなでちょっとなんなんて言うんでしょうねあの、うん、素晴らしい漫画家さんの業績を少しでもあそう,あそうスタジオからそうやります北川昭はあのスタジオからなんでよろしくお願いします。はい。はい はいえー、そしてその次の週のヤンさん6月の頭ですね六月5日の土曜日、えー、ついにこの日が来てしまいました第,第3回ヤンさんオープニングムービー選手権ということでえー こちらも鋭意制作中の方もいらっしゃると思いますしもうすでに制作が終わって送っていただいた方も何名かいらっしゃいますありがとうございますありがとうございますあと2週間ほどになりますね、うん、あ、1週間か締め切りまで6、5月の30日が締め切りとなっておりますのでよろしくお願いしますゲスト審査員6月5日ゲスト審査員を発表させていただきます言っちゃう 言っちゃいますここで皆さん今回の、ね、一番こう長い期間、えー、緊急事態宣言等もありまして、えー、本当に応募してくれる方の心意気を組んでこちらもですね素晴らしい方をお呼びさせていただきました、えー、まずはですねもうやんさんも見続けてずっと本当にありがたいことなんですけども、えー、明らか以来のちょ登場になりますかねより、うんえー、監督に。 今回来ていただくことになりました。やったー、すごいぞー。審査のノリを一番分かってらっしゃるのでね。まあそうね。はからも心強い審査を、うん、審査をというか、えー、<laughs> の愛のあるというかね、愛のるコメント。そして今回はなんともう一方お呼びいたしました。じゃあ前、ま、すごいわ。はい こちらも一年二年、一年,年ちょいぶりのご登場になりますから、うん、ヤンサンファミリーではおなじみの映画。音楽の監督、ええ、岩井澤監督に来ていただきます。監督。えー、すごい。俺らいるかを望む。言えない。言わないね <laughs>。座っとこう。 いや2人とももう何ていうんでしょうキャリアもすごいしえ実績もすごい方なんで本気出しましたねやんさんもうちょっと今回はねしっかり受け止めたいなと思っておりますのでそうですねはい2人のゴッドハンド <laughs> <laughs> 何でも <laughs> 注げようっつって <laughs> <laughs> ありがとうございますえということではい、えー 来週のレイトショー、そして再来週6月5日のーオープニングムービー選手権もお楽しみに。はい。じゃあ後半、僕も、僕も、はい。 あ、そうだクズさんよろしくお願いします。いいですか。すみません一瞬であります。僕もそのまあ毎週毎週公開するわけではないんですが、あの言葉の極北ポエムンガルドという <laughs> すごい名前の YouTube チャンネルを始めまして第一回目のゲストで山田雷先生と対談させていただいております。温かい目で見守ったり、チャンネル登録していただければ嬉しいのでよかったらよろしくお願いします。はい。以上です。はい。クズさんの活動も応援してください。よろしくお願いします。はい。はい、そしてレンさんの。 絵、うん、の。 新作の方がね、またブースに上がっておりますので、よかったら覗いてくださいということと、あと、まあ、このグッズがですね、また追加されたので、見てくださいということと、あと、バグラビッツの方ではですね、セックスエデュケーションについてやっております、あと、バグラビッツではですね、2週にわたって星野源をやる予定になりましたので、すごいやん、すごいじゃないですか。<laughs> 星野源をやります。はい、そして、ディスカバリーイジーチャンネルには、ジョン焼き鳥登場。 っていうことなので、いろいろと盛りだくさんです。はい。もりもり。やめ、人生の。多いやんさんでございます。おれは多くて、おかしくなりそうです。幅広い感じで。はい。さん、よろしくお願いします。それじゃ、グーニーズスペシャル後半いきましょう。あ、スタートしました。で、ここでさっき言った。主人公クラスはマイナス要素から出てくるんだけど。悪役はプラス要素から出てくるんですよ。 だから悪役はかっこいいから落ちていくんで気持ちいいんです見ててうわぁなるほどねそうなんですよで主人公たちはダメなのがダメじゃないって上がっていくんですよこうやってふぅーこれは見てて気持ちいいに決まってるんですようわ<で>俺転がされてたそうですでこれ。